はい、どうも、タクタクです。黒森長期短という、これ、スチームにあるゲームなんですけども、まあ、英語名だと、テラーズ・オブ・ザ・ブラック・フォレストなんですか？いや、でも、まあ、いいのかな？テラーズっていうのが、期短なの？いや、違うよね。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、ホラーゲームです。やっていきたいと思います。始める。この作品には暴力シーンやグロテスクな表現が含まれています。なるほど。作中に登場するキャラクター名及び地名の一部は架空のものです。この物語は実在する事件をもとに制作されています。おお、本当に？8歳の時、母と交通事故に遭った。母は重傷を負い、亡くなり。おう。私だけが奇跡的に生き残った。あれ以来、8歳以前のことを思い出そうとするたび、いつも脳裏に浮かぶのは果てしなく続く黒い森だけだった。黒い森。1998年、平成10年。日本の話なんですか、やっぱこれ。普通に海外のね、言語でも対応してたから、海外製かな？いや、これ日本製？わからんわ。鹿鳴き駅？鹿鳴き駅でいいのかな？目を開けるとそこは見知らぬ駅だった。濃い霧が山を覆い、ぼんやりとした視界の先には真っ暗な森が広がっている。木原家臣。これで家臣っていうの、なかなかよ、俺なんて読めなかったわ。鹿成駅、帰りの電車に乗ってたはずなのに。そしたらもう、降りてるという。鹿鳴き村といえば、黒森町の隣にある村だ。なんだっけ？黒森町であったっけ？あの交通事故の前まで私は家族と一緒に、黒森町に住んでいた。父は母のことをめったに語ろうとしない。そして黒森町のことも。おお、なんで？あ、はい。メニュー画面でセーブもできるし、チェックポイントでオートセーブもされると。PS4 のコントローラーでやってんだけど、どれがどれだかわかんねえな、これな。こう、まるで？あ、違う、三角？あ、三角、はい。で、バツで、あ、セーブ、あ、なるほど。オートセーブもあるね、ちゃんとね。キラン。まあ、これ、実際セーブしなくてもいいのかもしんない。なんかある。私のカバン、中身ちゃんと入ってるかな？うん。動物世界。何？動物世界？片道切符、宿題、図書リスト。動物世界って何？小早川先生の新作ミステリー小説だ。はあ。読みたいけど今そんなことしてる場合じゃないかな。小早川先生ってなんか小説の作家っぽい名前第1位だよね。これほんと知らないんだけどね。片道切符。電車の切符だ。帰りの電車に乗ってたはずなのに。どうしてこんなところに。宿題は？もうすぐ3年だし宿題がどんどん増えるね。ここに置いてっちゃおうかな。まあ、俺はまともに宿題をやった記憶がないけど、やってたのかな？図書リスト。父さんがくれた本のリストだ。母さんが死んでから父さんは無口になった。私が紐を潰せるように父さんはよく図書リストを作ってくれる。それ以外はほとんど話すこともない。ちゃんとあんのかな？わかんないけど。懐中電灯を手に入れた。へえ。ええ。はい、A キーで使用。A キーって何？ A キーって何よ？ A キーってどれに当たるわけ？俺の PS4 コントローラーっていうとこの。キーボードの A。いや、キーボードの A しか対応してないんだけど。まあいいわ。にゃー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 。うるさいな。黒猫だ。
にゃー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 わーおーん。子猫私なんか伝えようとしてるみたい。にゃーにゃー。まあわかるわけないか。他の場所を見てみよう。あ、なに？駅の方から鍵が開く音が聞こえる。聞こえた。はい。鹿なり駅。あ、なんですか？警笛？猫引かれるよと。ああ、黒森町キッタン。始まりました。黒森町キッタン、いよいよ。鹿ちゃんがいますけど。年季の入ったポスター、果物の里、鹿も、鹿なり町へようこそ。はあ、入っちゃっていいのかな？うわ、これ、いや、セーブしとっか。上書きでいいや。あ、なんかあるよ。壁から外れたスピーカー、じじじじっと、かすかに電流の音が聞こえる。こちらは、FM85.4、鹿なり鉄道広報です。うん。よくわからんわ。床に下が見えないほどの大きな、あ、これ穴なんだ。開いてる。その上に、一本の白い羽が、浮いている。浮いている？なになに？ん？鍵かかってる。え、どういうこと？あ、ノイズマジンのラジオ。天の日、衆のごとく、教官や颯のごとし、誠の恩味を表し、民や途端の苦しみより救わる。これ嬉しいですね。僕が漢字読めないの知ってるかのごとく振り仮名を振ってくれているでござごそ候。どこかの教団が布教活動でもしてるのかな。そういえば、来年世界が終末を迎えるなんて噂が、流行ってるな。1999年。これあれ何年だったっけ。ちゃんと見てなかった最初。そのせいか最近こういう布教活動を耳にする機会も増えたみたい。木原、あ、呼ばれてるよ。羽がまばゆい光を放つ。暗闇の中に私を引きずり込もうような無数の嘆きの声が聞こえる。意識を失いかけた時、暖かな風が身元を吹き抜けた。私は必死に重くなったまぶたを押し上げる。どなた？あれ？床板が戻っている。再び目を開けると、そこには銀髪の少女がいた。月明かりの中静かに座っている。その瞳はまるで雪に落ちた梅の花。この子いつからそこにいたんだろう。なんだか部屋の様子もさっきと違うみたい。ふんふん。少女は自分の口元を刺すと首を軽く横に振った。喋れないんだ。ごめんなさい。少女がノートを取り出すと、そこに一行の文字が現れた。めっちゃ可愛い。呪いのせいで話せないの。筆談。超美人よ。呪い？ここがどこなのか、なぜここにいるのか知りたいんでしょ。でもその質問に答えるのはすごく難しい。一言で言えば、私たちは呪いによってここに閉じ込められている。なぜ呪われちゃったの主人公は。でも呪いを解く方法は分かってる。あなたさえ良ければ一緒に黒森町劇場へ行きましょう。黒森町劇場？そこへ行けば呪いを解けるの？このノートに書いてあるでしょ。呪いを解く方法は黒森町劇場に隠されているって。これどう見てたって普通のノートじゃないわよね。あ、勝手に現れるんだ。すごい魔術師か何か。このノートには霊剣があってね。例えば、ちょっとクールで真面目なボブヘアの女の子と出会うでしょう。だってボブヘアっていう単語がわかるぐらい、この子はちゃんと現世のこともわかってるってことですかね。なんかちょっと床用離れしたというか、なんていうんですかね。ほら、
当たったでしょ、常世離れなんて言うんだっけこういう時。とにかくこのノートに書かれていることは本当なの、きっと神のお導きなのよ。でどうしたらいいの、今から黒森町劇場へ行く、その前に念写を解除しなくて、念写、同じリアクション、あなたが拾った白い花には不思議な力があってね、念写もそのうちの一つよ。正常に動作する電気製品に触れるだけで、その電気製品の記憶を読み取って中に入ることができるの。あーなるほど、スピーカーを念写したってことじゃ。じゃあさっきスピーカーに触ったからここに連れてこられたってこと。正解、スピーカーがちゃんと壁についているのも念写の影響なの。そうよ、念写によってこの空間は過去のある時点へと遡った。だからスピーカーも壁に設置された状態に戻った。念写を終わらせたい時ももう一度同じ電気製品に触れるといいわ。高いところにある場合はどうするんですか。この高さならジャンプすればなんとか届きそうだけど、床の状態も良くなさそうだし、踏み抜いたりしないかな。なら他のものでもいいわよ。同じ空間にある電気製品なら念写できる。手ノートに書いてあるから。いや、あんたも分かんなかったんか、今。そのノートは何？導き？一体どこでそんなノート？超便利じゃん。それは企業秘密よ。企業なの？木原さん。今はまだ答えられないわ。私の名前知ってるの？ああ、うん。ノートが教えてくれたから。何でもノートのせいにできる。怪しい。私も自己紹介しないとね。私の名前は、桐谷ゆき。作家をやってるの。めちゃめちゃかっこいい作家さんやな。作家って、同じ年頃なのに。のように見えるだけじゃない？もしかしたら。ほら、ぼーっとしてないで早く念写できる電気製品を探さなくちゃ。うん。動ける。あ、締め切りがって言ってるけど。締め切りがって言ってますけど。セーブした。ここに、じゃあ。バグってるせいなのか、なんか右の実績がずっと表示されているような気がする。気がするんじゃなくて、そうなんでしょうね、これは。まあ、だいたい、なんだろうな、どれだろう。電話か、やっぱ。中継話しかけていい？小説を書いてるの。そうよ、それはそれは恐ろしい締め切りまであと少しなの。早く脱出したい。間に合わなかったら出版社に殺されるわ。この子も、迷い込んじゃったわけやな。作家さんって大変なんだ。作品のテーマは？日本各地で起こった不思議な出来事について書いてるの。要するに怪談話かな。ちなみに札幌編と京都編はすでに出版されていて、各書店にただいま好評発売中なのよ。いや、札幌編って言われて今ドキッとしました。タクタク札幌在住でございます。ぜひ読みたいですね。札幌に来たことがあるの？え？札幌舞台？もしかして。行ったことはないかな。だって旅費が高くつくじゃない。少ない原稿料じゃ生活するだけで精一杯なんだもの。これね、ほんとね、札幌、マジ。これ今わかんないよ、コロナ禍だからね。札幌のね、宿泊代どんどん上がってますから、皆さん気をつけてください。それじゃあどうやって札幌編を書いたの？まあまあ、怪談話なんて検討もできないし、どうにかなるものよ。今札幌に住んでるから言えるけど、札幌の本当の美しさも実際に行ってみないとわからないものよ。やば！札幌の話じゃんこれ。めっちゃテンション上がるんだけど、知らないで始めたもん俺。めっちゃ爆上がる。これユキとかさ、ね、札幌ですよ。札幌ってか北海道ですよ多分。わかんないけど。なるほど。そうやって誘ってくれてるのね。やべえ、いいゲームと出会ってしまった、これは。舞台が札幌ってだけでいいゲームっていうのはいかがなものか。研究告知。今、なんか紙みたいなのを見てます。列車内で不審者や不審物を発見した場合は、落ち着いて、直ちにお近くの乗務員までお知らせください。異臭がした場合は、濡れた服などで口と鼻を押さえて、
風上の安全な場所まで避難し、早めに病院で検査を受けてください。1995年4月、黒森町鉄道安全委員会。これ実際に起きた事件が元になってると言ってるけど、北海道でそんな事件あったかな。1995年、営団地下鉄毒ガス事件でパニックになってた頃か。あ、つまりこれはあれですね、松本サリン事件じゃないかな、あのオウム真理教のそれだよね多分ね、これはね、その影響か。この張り紙はまだ新しいみたいだし、95年に戻ってきたってことなのかな。なるほど、これか。電化製品、隣の上にラジオがある。ラジオをつける。ラジオ反応しない。電池が切れてるみたい。確か桐谷さんが正常に動作する電気製品じゃないとダメって言ったよね。で、どこかに替えの電池があればいいんだけど。ありますよ、懐中電灯に。あ、ダメなんだ。こことかどうよ。戸棚は閉まっている。ダイヤル式の南京錠がかけてあるようだ。この戸棚どうして鍵がかかってるんだろう。ダイヤル式。桐谷さん、ここ南京錠がかかってるんだけど、そのノートに番号とか書いてないかな。何でも知ってるノート、書いてないわね。いつもノートに頼ってはいられないわ。神は時折私たちに試練を与えられるの。あ、なんか動いた。びっくりした。座布団が勝手に動いたわ。下に紙が挟まってるみたいだけど。座布団の下に古びた紙が挟んでいる。歪んだ文字でこう綴られている。隠さなければ、もし見つかれば間違いなく殺される。あそこなら安全だが、私の記憶力も随分と衰えてきている。何か自分にしか解けない暗号を。赤い座布団、青い座布団、椅子、電球。赤い座布団、青い座布団、椅子、電球。なるほど。ということは、3482かな。あの、時計より上に絵の並びのところに電球があるので、多分3482ですね、これは。ここで何があったんだろう。とにかくこの暗号を解けば南京錠の番が分かる日そうね。3482、3482。言ったでしょ、きっと神様ヒントを与えてくれるって。3482。ちょっと早く終わってくんないかれば。神は時折私たちに試練を与えられるじゃなかった。うん、3482、3482。早く終わって、もう早く手がかりを探しましょう。3482、3482、3482、3482、3482。おい、南京錠ロック外れました。中にはレシートや細々とした日用品が入っている。電池ゲット。ゲーム内の一部のアイテムは自動的に使用されます。なるほど。これは自動的に使用されるパターンね。このチラシは？親愛なる真理天道の父が、試練をお与えになられた死と信仰をもって無限の苦痛から、解放されるのです。これ本当の本当にあった事件ってマジで？オウム真理系関係これ大丈夫かこれ。まあ、確かにあのあるんだよ、確か札幌にも支部が、うん、真理天道、確か95年の地下鉄毒ガス事件を引き起こしたっていうカルト集団。ここの職員にも信者がいたってこと？そうなのかな。鍵は開いた？うん、電池があったよ。これでラジオが動くと思う。さすが木原ちゃん。それじゃあ早く電車を解除しましょう。うん。じゃあこれを、はい、使う。もう、まだダメなの？他のチャンネルにしてみたら？どのチャンネルにしよう。俺がいつも聞いてんのは、80.4 わかんないか。なんだろうな。この辺がちょっと覚えてないな。なんでもいいや。84.5。さんのエピソードありがとうございました。続いての曲は中島さんの一期一会です。どうぞお聴きください。中島みゆき？音楽番組か。中島さんの歌は好きだけど、聴いてる暇はないわね。中島みゆきも北海道出身ですからね。カレールー一つで、染み込む旨味、10分煮込んで美味しく召し上がれ。簡単なのにお母さんが手間暇かけて作ったお味はそのまま。新商品、インド風カレー、好評発売中。
カレールーの CM みたい。京セル 526G。 この軽さは想像以上。今年発売された最新携帯機種の CM だ。え、携帯？携帯電話知らないの？ああ、うん。今私時代に取り残されてるから。携帯っていうのは近年普及してきた持ち運べる電話のことだよ。ああ、電話なら知ってるわ。受話器に向かっても、もしもしってすると、下の箱から、声が出てくるのよね。下の箱から？この人、昭和初期ぐらい？でも、京セルの 526GB は98年に発売した携帯だよ。今は95年にいるのに、どうして98年の CM が？おう、なるほど。電車の本質は、異なる時空をつなぐ記憶の架け橋となること。98年のラジオ放送が聞こえるということは、電車が成功した証拠よ。お、戻れるか、これは。天の、あ、これわかんない。あ、これなんか言ってたやつか。はやてのごとし。うん。はいはい。これ、ちょっと読めないけど、途端の苦しみより救われる。またこれ、うん。羽が燃える光を放つ。どこで目が覚めるんだろう、これは。目が覚めるというか。え、これ、穴入ってるけど、これ越えられんの？あれ、桐谷さんがいないよ。戻ってきたみたい。桐谷さんは？え、ほんとね。オートセーブしました。桐谷さんは？いたところ。何？布団の上におにぎりみたいなものが。おにぎり？あ、かわいい！桐谷よ。え、鳥？小鳥？これ呪いってこと？呪いのせいで私には人間と鳩の二つの姿があるの。この姿の時はおしゃべりもできるわ。めちゃめちゃ可愛いんだけど、桐谷さん。桐谷さんって言うともうどうしても月曜から夜更かしの桐谷さんが一瞬脳裏をよぎるんだよな。桐谷ミレちゃんじゃなくて。それって鳩なの？そんなのどうでもいいでしょ。行くならちゃんと連れてってよね。飛べるんじゃないの？もうまだ鳩の体に馴染んでないのよ。まあおにぎりサイズだしポケットに入れればいいか。何この愛らしいゲーム。桐谷ゆきがパーティーに入った。え、どういう風に見えるのこれ。メニュー画面、あれ、メニュー画面、え、もう51分もやってる？そんなバカな、やってない、やってない。これ何の時間、こっちの時間経過ってことか。わからん。あー、待って待って、おー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 と、まあいいや、入ってたとこで、まあ今回この辺で終わりましょうか。これちょっとまだ2マップしか見てませんけども、この外とこの中とね、これこれ舞台背景的にはめちゃくちゃ僕に刺さるものありますね。札幌住んでて、これ札幌なんでしょ、札幌っていうか北海道とかなのかな、舞台が。多分そういうことですよね。で、なんか今ちょっとすごく今気になってることは、あの左上の時計の横のポスター、めっちゃ隣のトトロ感が半端ないですね。はい、ということで、次回もこの続きやっていきたいと思います。それではまた次回もよろしくお願いします。ではまた。